カサナテンセ図書館は、ローマにある図書館である。図書館の名前は、ジェロラモカサナテスー教にちなむ。資料によっては、カサナテンセ文庫、ローマカサナテ国立図書館と表記する場合もある。ドミニコ会のサンタマリアソップラミネルバ教会の付属図書館が、起源の図書館で、ジェロラモカサナテスー教の意思で1701年11月3日から、一般に公開されるようになった。 元は2万5千冊からなる同数記境の個人コレクションの書籍を収蔵していたが、その後寄贈により数は増え、今ではマニュースクリプト6千冊を含む約40万冊の蔵書を誇る。ローマにおいてはバチカン図書館、ローマ国立中央図書館に次ぐ蔵書数である。現在となっては貴重書となったものばかりが収蔵されている。日本に関係した文献としては、サルバトル、 文字や長崎版、土地リな、キリシタンの国字本が収蔵されており、キリシタン関連や国語関連の研究者の間ではよく知られた図書館である。ありがとうございます。